勝って生きて帰ってくるの。みんな一緒に。わかった。ルーティー、ほら偶然ね。寝てたんじゃなかったの？ここへ来れば会えると思った。へえ、あんたにしてはずいぶん頑張ったセリフね。まあギリギリ合格かな。何がだ？あんたの解消に関してよ。あんたさ、この戦い終わったらどうするつもり？また旅に出ようかと思ってる。俺にはまだまだ勉強が足りないからな。そっか。私たちもつくづく妙な因縁で結ばれてるわよね。そうかもしれないな。あんたさ、飛行竜の密航がバレて処刑されかかったことあったじゃない。古い話を持ち出すな。あの時は不意に何かが飛んできて助かったんだ。あれやったの私。そうだったのか。あんたがあんまり間抜けなもんでつい手助けしちゃったってわけ。じゃあルーティーは俺の命の恩人でもあるわけだ。思えばあの時から始まって今までいろいろなことがあったわよね。そうだな。本当にいろいろなことが。でもそれも明日まで。あんたとの因縁も今度こそ最後。やっと宣戦するってものよ。ルーティー、あのさ、この戦いが終わったら俺と二人で旅をしないか。どうだ。あんた私のこと口説いてる？え、これってそういうことになるのか。俺はただルーティーにこれからもそばにいてほしいと思っただけで、同じところに立って同じ方向を見て同じように歩いていけたらいいなって。だからそういうのを世間じゃ口説くっていうのよ。そうなんだ。知らなかった。言った後でおたおたしないでよ。閉まらないわね。だけどそれがあんたらしさでもあるのかな。それで返事は？聞きたい？もちろん。私の答えはね、うん、内緒。なんだそれ、ずるいぞ。私に答える義務はないもの。どうしようと勝手でしょ。それはそうだけど。まあ保留ってことにしとくわ。無事に帰ってきたら言うから。拗ねた？拗ねてないよ。たく、仕方ないわね。いい？明日は勝つだけじゃダメなの。そんなのは当然のことだから。勝って生きて帰ってくるの。みんな一緒に。わかった。私の返事聞きたいんでしょ。だったら何が何でも生き抜くのよ。ルーティーこそそこまで言ったからには絶対だぞ。当たり前でしょ。この私を殺されたって死ぬもんですか。約束しよう。約束よ。今のところはこんな感じかな。そうだな。後の楽しみもできたってことでみんなのところを戻ろうか。みんなって？きっと酒場にでも集まってるわ。こういう時って眠れないもんだしね。